斜めになりますので、ぜひタイムスケジュールを見ていただき、もしくはプラスで見せてもらってですね、こういった形で、できているようになるということでですね、時間の管理を徹底していただければと思います。ということで、うるさく言いますが、